力を持っているんですね。そしてキキちゃん、名前がヘビクヨシだからといって毎日ヘビばっかりを食べているわけではないそうです。ヘビ以外にもバッタなどの昆虫、そしてノネズミやノウサギといった哺乳類もこのアーチック攻撃でエイと仕留めてしまうことができるというわけなんですね。キキちゃんたちヘビクヨシの武器はこちら、爪やくちばしではなくてこのビッグコーヒーとしてなんですね。さあキキちゃん見事に、はい、エイト、はい、敵が決まっていますけれども、さあコーラの仲間は吹き飛ばしただけでは、はい、仕留め切ることができません。こうして吹き飛んでいっただけではやっつけることができません。最後はこうしてエイト地面に吹き飛ばしてしまったところをもうぐったり、はい、動かなくなるまで、こうしてキキちゃんは、はい、最後こうしてヘビさんをエイト吹き飛ばしてしまった後に、ここに現場のヘビさんもこう地面でぐったり、はい、動かなく、はい、なりそうになるまで、はい、こうしてエイト、はい、上手に仕上げの踏みつけ攻撃でこうエイト。すごいですね、今日はどうやら、はい、連続攻撃が決まっていますが、じゃあキキちゃんもうちょっとだけ仕上げの攻撃を見せていってもらいましょう。はい、そうです、エイト、はい、バシバシという音も響いていますね。はい、上手に、はい、石フラに攻撃をしています。こうしてもうキキちゃんの攻撃によってペシャンコ丸飲みにされてしまうというわけなんですね。さあキキちゃん見事に、はい、ヘビさん仕留めることができました。さあそれでは、無事にキキちゃんヘビ狩りが済んだところで、もう一度皆さんのすぐ近くまでご挨拶に回っていきたいと思いますので、ベンチの方その